釣り道路はいかが？そろそろ町を出ましょう。頼んだぞ。行け。門を。見ろクライブ、あれがドレイクファングだ。あそこにフーゴの居城が。平時とは警備も異なるに違いない。なんせこの状況だ。奴を探すとなるとかなり骨だぞ。十分に気をつけろ。ええ、分かっています。クライブ、わしはお前に謝らねばならん。フェニックスゲートの大事の後、わしは危機に瀕したロザリアから逃げ出した。命惜しさに金を積み、我が身かわいさゆえにアナベラへこびへつらった。国を守れなかった臆病な叔父をどうか許してくれ。すまなかった。おじさん、どうか。クライブ、お前の手で兄上の愛した国を、ロザリアを取り戻す気はないか。その勇気を持つことさえわしはできなかった。だがお前は違う。クライブ、お前なら。おじさん、気持ちには応えられません。俺にはやるべきことがあるんです。人が人として生きられる場所を作るための戦いが。そう、かつてのロザリアは人とベアラーの隔たりが薄かった。だけど当たり前に思っていたあの風景は、父上が少しずつ築き上げてきたものでした。父上が理想に掲げていたのは、きっと俺が目指しているものと同じなんです。俺はその思いをロザリアだけでなく世界に広めたい。それが数多の人が咎める大罪になるのだとしても、自分の道だと信じているのです。生意気を言うようになったもんだ。ありがとうクライブ、わしは誇りに思う。お前という老いを持ったこと。わしはこれから知人を訪ねる。自由都市カンベルの商人仲間でな。きっとお前たちの助けになることだろう。わしだってお前の一味、悪党らしく貪欲にやってやろうじゃないか。ここで別れだ。どうかお気をつけて。お前もな、クライブ。思い出話が残っとる。
次に会った時はちゃんと聞かせてやるから、せいぜい覚悟しておくんだな。お湯を頼んだぞ、トルガル。たどり着いたぞ、フーゴ。なんだこれは。よくも俺もこんな体に。目覚まれた時。クライブロスフィールド。必ずぶっ殺す。俺がこの手でぶっ殺してやる。落ち着きなさい。そのテーブルが何をしたというのです。あいつは愚弄したんだぞ、俺を。お前が邪魔をしなければ殺せたのに。戦いを続けていたら彼に勝てたとでも。召喚獣に権限もできた。その前にあなたの首が落ちたでしょうね。黙れ。あなたの力が及ばなかった。彼より弱かった。それだけのこと違いますか、クプカ卿。はるばるぜ。いい加減にこの事実を認めたらどうです。くそそう簡単に彼の首を諦められはしませんか。一つだけありますよ、彼に勝つ手段が。なんだ、どうすればいい。教えろ、教えてくれ。頼む、お願いだ。あれです。マザークリスタルのコアには知っての通り莫大な量のエーテルが蓄えられている。それを取り込めばよいのです。無論そのようなことはただの人になせる技ではありません。あなたがドミナントだからこそ言うのです、フーゴ。かつてクライブ・ロズフィールドに敗れ召喚獣の力を奪われてもなお勇敢に権限して最後まで戦った者がいました。そう、ベネディクタ・ハーマン。彼女はこの方法で力を得たのですよ。人知を超える力をね。彼女が。俺もベネディクトや。そうか、ベネディクトが。さあお行きなさい、あの光の元へ。
リュトスが。御意にそういたします。ようやくここまでたどり着きましたか、ミュートス。オーク族はこの風の大陸に生息してないはず。なぜここに？
これが風悟の居城か。まさかマザークリスタルのど真ん中に自分の城を建てるとは。少し試させてもらうよ。Thank you.
なるほど、これがミュトスの力。